インスパイロン580インスパイロンは、デルのパーソナルコンピュータのブランドの一つである。従来、デルのコンシューマー向けラップトップ PC のブランドだったが、2007年6月に、同社デスクトップブランドであるディメンションが統合され、デスクトップ、ラップトップともに、同社のコンシューマー向けのメインストリームブランドとなった。全機種 BTO 対応。本ブランドに限らず、 デルンの製品のすべてに言えることであるが、コストパフォーマンスに優れているのが最大の特徴で、他メーカーと比べて安価で高スペックの PC を購入できる。中でも、ラップトップ PC の場合には、変更が容易でないグラフィックボード等で高性能なものを選択できる利点があり、3D ゲームなど高スペックなグラフィックボードが必要なユーザーに好まれる。その反面、 ソフトウェアは必要最低限のものしかインストールされておらず必要なものを買い揃える必要がある。しかしそのことは他社 PC のようにインストールされているが使用しないソフトウェアがリソースを食うことで生じるパフォーマンスの低下を防げるため必要なソフトウェアを厳選できる中級者以上のユーザーにとっては喜ばれることでもある。以前は 法人用 PC のようなシンプルなデザインのものが多かったが、現行モデルでは、天板にカラーパネルを採用するなど、デザインにも注力していると思われる。ベーデルインクの日本法人であるデル株式会社が取り扱う主な製品は次の通りである。2-in-1 と通常のクラムシェル型の両者をラインナップしている。モデル名の見方、インスパイロン15-3000は基本モデルで、 画面サイズが15インチであることを意味する。オールインワンの一体型とデスクトップ本体のみを販売。いわゆるネットブック。パッケージによって異なるが、OS は Ubuntu あるいは Windows XP が選択できる。日本で唯一 OS に Ubuntu がプレイインストールしてあるネットブックパソコンである。2011年に販売終了した。上記 1520、1720 15 17が同ブランド上の主力商品。それぞれ14.1インチ、15.4インチ、1 7 1インチのワイド液晶を採用。解像度等は選択化。インテル製 CPU 採用。NVIDIA 製グラフィックボード選択化。ほぼ同性能、同価格帯となっており、ニーズに合わせた選択が可能。ただし、 最小の1420でも厚さが 32mm あるため、頻繁なモバイル用途にはあまり向かないと思われる。インスパイロン XPS シリーズはアメリカなど、欧米市場限定のモデルだったが、2006年5月9日より M1710 の販売を日本で開始した。2005年にソノマプラットフォームを導入した6000と9300が登場するまでは、最速モデルとして、 フレスコットコアのペンティアム4を搭載した9100があった。ありがとうございます。